オタハの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは。おなりですぞ。今日紹介するおもちゃは、これだ仮面ライダーゴーストゴーストチェンジシリーズ GC13 無限魂だ <laughs> おー <laughs> ついに発売されましたね。ゴーストチェンジシリーズの無限魂。そう、今週は動物戦隊獣王者の 3号ロボ、搭載銃王。それから一部店舗で先着順にもらえる金のキューブパンダ。こちらのレビューも僕の、ね、YouTube のチャンネルにあります。ほぼ全合体のやつもあります。動画が終わったら合わせてみてください。それから先週発売された無限豪彩婚。これのレビューも見てください。さあ、それでは早速レビュー行きましょう。劇中の仮面ライダーゴースターも終盤で、ついに最強の最終フォームが登場しました。 それが仮面ライダーゴースト無限魂本体はクリアパーツになっていますね。で、このラメのフレークがとっても綺麗です。キラキラしています。おおこの角のところ、7色になっています。すごい、これも透明なのかなお <laughs> 背面はこのようになっています。基本的な遊び方はいつもと同じですね。おこのようにゴーストチェンジを再現。そして可動範囲は、まあ、いつもと同じですね。 18箇所。ポーズを取らせることによって、無限魂の戦闘アクションを再現できます。さあ、それでは早速、開封しましょう。あの、一般販売によるゴーストチェンジシリーズは、どうやらこれが最後でしょうかね。なんか寂しいなぁ。開けよう開けよう。味わって開けよう。これがパッケージの中身です。特に武器などは見当たりません。無限ゴーストと、 本体が入っています。ちょっと取り出します。じゃんまずはこれが本体。おお、めっちゃくちゃ綺麗ですね。もう、あの、思った以上にクリアですね。もう本当に透明。この、この指が見えますか透けてます。頭。頭の先から、 つま先まで。全部、クリアパーツです。パッケージの時以上に、実物を見ると、このラメのフレークがとっても綺麗です。それから各部の塗装。これは7色なのかなレインボーカラーか紫、青、水色、黄色に、オレンジ。1、2、3、4、5? うん。赤とかがないんで、レインボーカラーとはちょっと違いますね。 まあでもパッと見た感じ、こう、レインボーカラーという感じがして、とっても綺麗です。ここの横はガンメタリック。それから、ここだけメタリックオレンジですね。それから、ゴーストアイコンはベルトの部分が白で、正面がクリア。で、この、無限ゴーストアイコン。これを装着しています。これ透明で見えるかなこのようになっています。うん。造形もとってもいいです。ちょっと覚悟をいろいろ動かしてみましょう。 頭部。腕。まあ、いつもの可動範囲と同じですね。指が、薬指、小指、人差し指、中指。うん、独立で稼働して、腰。それから足。触った感じはいつものゴーストチェンジシリーズの本体と同じですね。今までのゴーストチェンジシリーズでは本体が、1、2、3、4、5、6。 6つ発売されていて、今回が7つ目。この本体は大まかに3種類ぐらいに分けられます。初期のゴーストとスペクターは少し細身で、闘魂ブースト魂の時に少しマッチョになりました。これに該当するのがネクロムとディープスペクター。1種類、2種類。そしてフォームチェンジを変形で再現しているグレートフル魂。今回の無限魂の本体は、闘魂ブースト魂の本体と同じ感じですね。 少しマッチョになっています。無限魂の本体はこんな感じ。さあ、そして。じゃんこれが無限魂。ちょっとじっくり見ていきましょう。僕がパッと見たとき、ここに目が止まりました。これメタリックカラーなんですよね。7色になっています。 これは動画で見るとどんな感じでしょうかこれは赤とまでい,いかないんですけど、まあ、オレンジですね。赤みが強いオレンジから、こう、濃いブルーまで、綺麗なグラデーションがかかっています。うん。これは、軟質パーツ。うん。軟質パーツですね。それから、表側が、クリア素材ですね。クリア素材の軟質パーツ。で、これも、ラメのフレークが入っています。で、後ろ側は白の軟質パーツ。 こっちは透けていません。で、お、肩がこんな感じなんですね。あの、僕個人的には、龍馬ゴーストみたいな感じかなと思いました。後でちょっと比較してみましょう。お、これが腕ですね。手。ここはクリアパーツになっています。うん。短い。こんな感じですね。ゴーストチェンジするときは、この肩の中に入るんですね。なるほど。そして正面はホワイト。 それから、これメタリックオレンジですね。メタリックオレンジの塗装が施されてて、ここがシルバー。この塗装された部分とクリアの部分が綺麗です。うん、さあ、そしてこれが、頭部。うん。ちょっとこれじっくり見ていきましょう。この目の部分はシルバーの塗装ですね。なんていうのかなこの色合いも含めて、僕はちょっとこう、ピエロみたいな感じだなと思いました。うん。そして、角を持ち上げると、 おー、ゴーストチェンジすると、このようになります。それから、フードが開閉します。おー、このようになるわけですね。今まで発売された、ゴーストチェンジシリーズのスタンド。取り付けると、このようになります。この無限ゴーストは、裾が長いです。おおよそ、この、龍馬ゴーストとか、五右衛門ゴーストぐらい。うん、裾がとっても長いです。 現在発売されている偉人のゴーストたちは全部で13。ニュートンとヒミコはプレミアムバンダイで発売されますね。ちょっとこう順番ランダムなんですけど、一緒に並べてみましょう。こんな感じになります。さあ、それではゴーストチェンジいきます。 仮面ライダー5祖、無限魂だおーこれはいいすごい神々しいですね。本体の白に、所々見えるクリア。これと相まって、本当に劇中のような感じです。うーん。ただなんか劇中よりも <laughs>、まあ、透けすぎてるかなといった感じ。うーん。これが最終、そして最強フォームの無限魂。 この白地の無限豪奏に本体のクリアやラメがとっても引き立ちます。全体のスタイルはこんな感じです。後ろ姿、このようになっています。この突き出た肩アーマーがかっこいいですね。ちょっと近くで見てみましょう。まずは頭部のアップ。さっき言っていたこの角。これがいいですね。それからこの正面の部分。 この顔の正面の部分がちょっとこう段差になっていて、これが特徴的なんですけども、ここもきちんと再現されています。上半身はこんな感じ。キラキラしてて綺麗です。そして下半身。それから横はこのようになっています。こうギザギザした感じになっていて、足を大きく開いた時も干渉することはありません。 さっきの他の6体をゴーストチェンジさせました。みんなはこの中でどれが一番好きですかあの、僕はね、やっぱりこのグレートフル魂が一番好きかな。好みで言えば。うん。だけど、こう、やっぱり、うん、物語で見ていくと、これがやっぱり最終フォームかなという感じがします。それぞれにカラーリングやギミック、いろいろ特色があって、この7体どれもが僕は好きです。じゃん 最後は他のゴーストたちと一緒に並べるとこのようになります。このゴーストチェンジシリーズのいいところは本体に自由に着せ替えができるところですよね。というわけでいくつか着せ替えをやります。どれにしようかな。まあまあ最後だから <laughs>。全部やっちゃおう。全部いきます。まずは武蔵魂。エジソン魂。ロビン魂。ビリーザキッド魂。 ベートーベン魂。えっ、ー、と、弁慶魂。ゴエモン魂。リョーマ魂。ツタンカーメン魂。ノブダガ魂。そしてこれが、フーディーニ魂。えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、グリム魂か。 でこれが三蔵魂俺魂仮面ライダースペクター闘魂ブースト魂仮面ライダーネクロムそしてこれがグレートフル魂グレートフル魂に付属していた俺魂首が動きます そして最後、ディープスペクター。これで全部かな最後は、無限ゴースト魂を他の6体に取り付けてみましょう。遊び尽くそう。まずは、俺魂の本体。仮面ライダー、スペクターの本体。ト魂コンブースト魂の本体。仮面ライダー、ネクロムの本体。 グレートフルダマシーの本体。そして最後に仮面ライダーディープスペクターの本体。これで全部かな <laughs> 一周しました。僕はこの無限ゴーストの本体にノブナガゴーストを取り付けたやつと GC01 の俺ゴーストの本体に無限ゴーストを取り付けたやつ。あとグレートフルダマシーの本体にこれを取り付けたやつも良かったですね。みんなはどれが良かったですか あの、僕頑張ったんで、もしよかったらどれか教えてください。というわけで今回の仮面ライダーゴースト GC13 無限魂のレビューいかがだったでしょうかまあ、今回は一応一般販売されるゴーストチェンジシリーズが最後ということで、あの、全部をあの、着せ替えてみました。あの、本当にオーバーではなく一番最初の俺ゴーストうん。あれをレビューしたのがもう本当に昨日のように感じます。 なんかこの時期寂しいですね。うん、これのレビュー中もなんか始終、ちょっと寂しかったです。さあ、この商品なんですけども、僕は一個だけ、どうしても、残念なところが一つあるんですよね。ただし、これはもう仕方がない。うん。それは、この材質がクリアーパーツであること。なので、まあ、僕は結構おもちゃを長期間保存しておきたいコレクターなんで、こういったクリアーパーツっていうのは必ず、経年劣化が起きます。そうです。あの、各部が基盤できちゃうんですよね。 ま、こればっかりはしょうがないですね。あの、古くはね、G-SHOCK のね、あの、このバンドの部分が真っキッになったのは、すごい寂しかったんですけど。まあ、ね、G-SHOCK とかよくわかんない人も <laughs> いると思うんだけど、まあ、こういった各部の透明の部分が基盤できます。なので、この経年劣化さえ考慮してもらえれば、この綺麗なボディ。うん。それから、この七色の角が特徴的なゴ素。うん。僕は気に入りました。ただ、ま、劇中とはちょっと違いますよね。 こんなに透けてるわけないし。うん。ただこれはおもちゃとして見た場合、すごく綺麗です。まあ、なので劇中に寸分たがわないような立体物が欲しい場合は、やっぱりフィギュアーツなのかなと思います。ただこれはこれですごくいいです。今回の動画、面白かったな楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録や、熱い高評価、どうぞよろしくですぞ。<laughs> あとはどんな補正も結構です。おー、タファー。最後に色々全部、着せ替えやってくれてありがとうとか。 あー、僕はこれが良かったよ、とか。あれが良かったよ、とか。あー、この本体のクリアパーツ綺麗だね、とか。おー、レビュー見たらこれ欲しくなっちゃったよ、とか。他にも、劇中のゴーストのことや、今までを振り返った思い出のことなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。わたがでした。また見てくださいですぞ